ということで今日は僕の曲なんですけど、ダメーしもがやったことのある道具も何も使わない口だけを使うゲームしりとりだしりとりでもね、あ、しりとりしりとりなんですよ、しりとりなんです、ほんとにすいません。でもしりとりでもね、飽きたよと普通にやるんだよ。飽きたよ、笑ってはいけないしりとりだ。あー、それも飽きた。飽きんだ、まだ飽きてないけど。マジ、あれなんでやってる最中あんま面白くないからね。大丈夫かって大丈夫よってなる。超不安だったもん、ね、不安になるもん、ね、大丈夫かこれ。ちょっとひとひねり、いやもうふたひねりくらいしましょうと。うわ、ふたひねり。今回しりとり英語でやりたいと思います。英語縛り、スタディ、ディズニーとか D なんだ。まあ D でも E でもそれはちょっと難しい。それしりとりの難しい。要素だ、要素だ。ときとまって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 。英語縛りでしりとりやろうと思います。面白そうけ。うん、じゃあやりましょうか。オーケー。シシ。オッケー。このアングル笑っちゃいけないわけじゃないですか。あ、そうだよ。こうしたらどう、お互いなんかこう真顔になるけど、ユースマンの時もそうだったけどね。いきましょうか。シッシ。じゃあ僕からスタートします。はい。じゃあまずスタディイングリッシュ。イングリッシュ。ユになるの。ヤンマー。ヤンマー。ユ、ユですよね。主か、ユじゃない。ヤの選択肢はな。シュークリーム。ム、ムービー。おー、ビクトリー。リブ、リブ。バスケットボール。あ、日本語からまずやりましょうか。ブーブレイク、クライジー、ジャスティン・フィーバー、バースティー・ソング、グラマラス、スーパー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 、あー、スーパー、パイナップル、ポッシブ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 ル。発音のもありますか。ル、ル、ライアン、ル、ル、ル、ポッシブル、ル、ルか、バツイチです。あ、シシ、アポー、ポイント、アップル、ル、あ、アポー、バツ2です。あ、シシ、アポー、アポー、アポーから、アポー、アップル。そう言えばいいんだもん。発音禁止、アップルって。ル。ライアン。あ、ごめんごめん。ラ、ルネ。ルネ。ランナー。ランナー。あ。ルネ。ルビー。ナイス。ナイス。ビクトリー。ビクトリー。リ。リタイア。お疲れ様です。リタイアですよ、ね、リタイアじゃないです。Unbelievable。 ボーナス、スパイ、ちっちゃくす、サンデー、ん、サンデー、シシ。なんでだろう俺。なんでだろう。なんでだ。激バカやん。英語の前に日本語や。 なんかあんじゃん。 S つながりで、多分 S つながりで言ってんだ。すもサンシャイン。さあ、ではさあ、さあスパイス、さあバカだ。あどんな音だ。最後まで見てくれてありがとう。英語だけのしりとり難しいね。発音よく言うとアポーみたいに最後の文字が違う文字に聞こえるから惑わされちゃうね。明日のステークスは知ってる人なら大興奮。懐かしのマッチョで今夜やります。それでは楽しみに。ピース。